リボリの戦いは、イタリア戦役において、フランスがオーストリアに対して決定的な勝利を得た、1797年1月14日から15日の戦いである。ナポレオン・ボナパルト率いるフランス軍2万3000は、ヨーゼフ・アルビンチ将軍率いる2万8000のオーストリア軍の攻撃を退け、ここに包囲されたマントバを解放しようというオーストリアの4度目の試みはついえた。 リボリはナポレオンの栄光にさらなる輝きを与え、フランスによる北イタリア占領に道を開いた。アルビンチの計画は5つの定岸に分かれた2万8千の兵をガルダコ東の山岳地帯に集中することでジュベールのフランス軍を圧倒し、それによってマントバ北方の明けた地に進出することであった。その地に至れば数で勝るオーストリア軍は、 ナポレオンのイタリア方面軍を破ることができると考えられた。アルビンチは1月12日にジュベール率いる1万の部隊に攻撃を仕掛けたが、ジュベールは一旦退き、ベルティエと合流した。1月14日午前2時、ナポレオンがマッセナガ団の一部と共に北上して、リボリ北方のトランバソーレ農家で防衛戦を築こうとしていたジュベールに合流した。戦いは、 アルビンチの各定団の集結とフランス軍の増援部隊の到着との競争の形となった。14日朝、ロイスイコールプラウエンコーハインリッヒ率いるオーストリアの帝団がリボリ峡谷からフランス軍右翼を攻撃したことによりトランバソウリの丘で激しい戦いが始まった。事態は11時までフランス軍にとって圧倒的に不利に推移した。オーストリアの竜気兵が 強国から攻め立てる一方、フランツ・リュシニアン大佐率いるオーストリア部隊がリボリ南方に迂回し、フランス軍の退路を断った。トランバソーレの下にいたアルビンチは、自らの大軍を勝利へと借り立てたが、彼らの陣形は、起伏の多い地形での戦闘のために十分に、整っていなかった。フランス軍は、この重大な過ちにつけ込んで動いた。ナポレオンとジュベール、そして、 ベルティエはよく連携された攻撃を仕掛けた。15門の方が隆起兵を操作し、二つの不評渋滞が一方は強国に、もう一方はトランバソーレの丘にアントワーヌ・ラサールとシャルル・ルクレールの指揮する騎兵の支援のもとに前進した。強国に密集していたオーストリア軍は自軍の隆起兵が一掃されると強行状態に陥り、改装した。同様に、 高地に分散していた不評部隊も、ひとたび、フランス騎兵隊に突入されるや、持ちこたえることができなかった。最後に、ガブリエル・レイの師団とクロード・ビクトルの旅団が到着し、南にあったルシニアンの渋滞を破り、3000人を捕虜とした。翌日、ジュベール・アルビンチを追撃してその部隊を散々に破った。敗山部隊は混乱したままアディジェ川の谷を北に、 向けて敗走した。リボリの戦いはナポレオンにとって、それまでの最大の勝利となった。フランス軍の損害が、死傷者2200人、捕虜1000人であったのに対し、オーストリア軍の損害は死傷者4000人、捕虜8000人に加え、砲八門が捕獲された。マントバは2月2日に降伏し、3月、ナポレオンはさらに東に向けて、攻勢を開始した。 パリチューブにあるリボリ通りは、この戦いから名を取っている。スミス、P131 ローゼンバーグ、P248 チャンドラー、P328。ありがとうございます。